1989年にデビューし、90年代のレースシーンを席巻した R3 新潟スカイライン GTR は、圧倒的に速く、実に素晴らしい車でした。レースではデビュー以来連戦連勝。トルクスプリット式 4WD の強みを最大限に活かし、条件を問わず、圧倒的な速さを見せてくれます。そしてその心臓部には、たった280馬力ポッチしかない、貧弱で脆弱で非力なポンコツがうごめいてやがる。なんだ280馬力とは、この発禁280馬力目。やーい、お前のエンジン、280馬力、って言ってほしいのか？すべてを解決するのはパワー。ウプ主はちょっと遅刻するって言ってたわね。そうそう、だからイントロ部分にはいないんだぜ。多分テストをやる頃には来るだろうけど、みんなそこんとこしくよろだぜ。今回のテーマは、R3 新潟スカイライン GTR を600馬力まで上げたら、R3 5型 GTR にも勝てるのかというテストなんだけど、まあ、あくまでもゲームの話だし、車重とか足の設定とか全然揃ってないから、あんまり厳密な調整とかもないぜ。所詮ウプ主の企画だから、ネタとか言ってる割にあんまり面白くないけどね。誰が面白くないだとこら、そんなに面白くないというのなら今すぐパンイチになって裸踊りでもやって。スカイライン GTR は、長い歴史のある車です。1969年に登場したセダン型が GTR の始まりですが、車好きの目には、その後期型となる2ドアハードトップの方が馴染みがあるかもしれません。ケンメリ GTR の生産終了から16年後、1989年に久々に GTR の名を復活させたのが、R3 新潟スカイライン GTR です。当時トップクラスのエンジン出力となる280馬力を発生し、トラクション抜群の 4WD システムと相まって、あらゆるレースに出場しては、同時代のライバルを惨殺していました。現代のスーパースポーツと比べると、さすがにエンジンパワーは劣るものの、エンジン自体はかなりの出力を許容するようなので、今回のテストでは、このエンジンを600馬力まで上げて、R35 とバトルさせてみます。こっちは R35GTR。このチャンネルでも何度か登場してるから今更説明の必要はないと思うけど、2007年に登場した R35 型 GTR をさらに熟成させて、2017年に登場したのがこの車だ。日産のワークスチームであるニスモの手が加えられたこのニスモというグレードは、通常のグレードにはない大型ウィングがついていたり、エンジンのピークパワーが引き上げられていたり、他のグレードよりも走りに振ったグレードになってるんだとさ。というわけで、今回のバトルは R35 はノーマルだけど R32 はチューンした状態でのバトルになるから、R32 のチューン内容を確認していくわね。この曲、YouTube の広告で流れてくる育毛剤の CM で流れてたな。どうしてもハゲ頭の印象があるんだぜ。BGM は毛生え薬だけど、エンジンチューンの内容は毛が生えた程度じゃないから気をつけてね。まずエンジンパワーだけど、このゲームは R32 のエンジン出力が、ノーマルの状態で311馬力あるのね。第2世代 GTR にありがちな逆嘘スペックか。まあカタログスペックより多い分には誰も困らないだろうけどな。で、これは R35 と同じ600馬力まで引き上げてあるよ。パワー率 193% か、2倍近くまでパワー、してるんだな。これに伴ってトルクも 77.1km まで上がってるんだけど、こっちは R35 の 66.5km を大きく超えてるから R35 よりも有利になってるよ。それから重量もノーマルの 1500kg のままで、R35 の 1740kg と比べて 240kg も軽いから、この点も R32 が有利ね。これ R32 の方が有利じゃね？トルクと重量で R32 の方が有利だけど、R35 はデュアルクラッチトランスミッションを搭載していてシフトラグが少ないから、この点は R35 の方が有利だよ。あと R35 は6速まであるのもポイントが高いね。R32 のサスペンションがパワーにマッチしてないから一応固めてはおいたけど、キャンバー角と等角はノーマルのまま放置、あとは車高を下げられるだけ下げて足を固められるだけ固めただけだから、無駄な動きだけは抑えてあるけど、タイムを削れるセットにはなってないよ。めちゃくちゃ雑でくさ。テストの条件を確認していくよ。中身はいつもと変わらないけど、さっき紹介した通り R32 はチューンが施してあるから、そこだけ注意してね。ちゃっちゃと読みます。バトル形式はゴーストを利用したタイムアタックバトル。コースはフリースピード A でコンディションは晴れ。チューニングは R32 がチューンドで R35 は無改造。チューニングは R32 がチューンドで R35 は無改造。BOP 調整はなしでアシストは ABS 標準。インカット防止のためにショートカットペナルティを導入。はい、できた。青島爆心王かな？まずは R35 からテスト。このアタックで作ったゴーストを R32 で追いかけていきます。最終コーナーを外から入り、助走をつけてストレートに入ります。 R35 のエンジン性能曲線を見るとトルクがフラットで、スペックを見ても3500回転からピットルクを発生しているだけに、一見すると低回転域からトルクが出ているように見えるが、実際に走らせてみると上のギアを使った走りをした時には加速がかったるって意外と低回転域はつけないことに気づいたんだ。どうした急に。この車はイメージとは異なり高回転型。なんかのうめき声が聞こえますが、スタート。うめき声、今スタートが切られました。はい、黙れ。ホームストレートを駆け抜けて1コーナーに向かいます。ブレーキング、ここは2速を選択。低回転域があんまり加速しないし、シフトラグはかなり少ないから上のギアを使う必要はないね。
ぶんぶん回していこうじゃねえか。1740キロというドンキーコングもびっくりの重量級マシンがヤクルトコーナーに入ります。お加工だな。普段より若干外が余っているような気がするものの、安定した挙動でコーナーを抜けていきます。ここはやはり21世紀の 4WD だけあって、挙動面も不安はありません。前々回のディーノのテストで泣きながら走っていたウプムシですが、この辺り楽な動作で連続するコーナーを抜けていきます。ここも3速じゃなくていいですね。むしろ3速だと回転が落ちた時に加速が鈍るんで、回転を維持できる2速じゃないとダメです。バンキン王の登場以来下りが苦手なイメージのある GTR ですが、順調にクリアして第3セクターに入ります。ただの直線だからね。地形1つ目。そして小さめに回って脱出のラインを残しつつ2つ目。脱出早い。これ本当に鰹節にぶっちぎられた車かよ。ウプ主がかなりの手応えを感じながら13コーナーへ。若干だから当てにならないけどな。競馬予想とかマジ当たらなくて草だぜ。ミッドタウン。頭が。過去のトラウマを蘇らせながら GR スープラコーナーへ。ブレーキがオーバー気味なのでここは慎重に。脱出で外まで使って最終コーナーへ。ブレーキングのこの挙動がちょっと。オーバーステアをかろうじて抑えるウプ主。ここから長い直線に向かいます。勝負は最後の直線に持ち越された。一体黙れ。さあ最後の直線。ノーマルの市販車としては国産最強クラスの加速力を持つ R35GTR。 この長いストレートは味方になりそうです。さあゴールタイムは1分48秒 81t。 2021年4月の R34 は56秒台のゴールタイムでしたが、先代の R34 のタイムを8秒短縮してきました。やっと早いわこれ。早い早い、もはや独走状態。お前じゃねえ、座ってろ。1989年にデビューした R32 スカイライン GTR ですが、このゲームに収録されているのは94年の V スペック。 R32 の中では最も新しいグレードとはいえ、17年前の車となるとさすがに古さを買ってません。チューニングによってスペック的には R32 の方がかなり有利に設定されてはいますが、この古い設定の車でどこまで戦えるのでしょうか。対するは2017年式 GTR ニスモ、こちらもやや不利な条件でどのように戦うのか。 R32 がコントロールラインを超えていきました。さあ、いきなり R32 が前に出た。一応パワーは同じ数値に設定されているとはいえ、トルクや重量面で有利な R32 がまずは先手を奪いました。しかしブレーキングではむしろ重量の重い R35 が詰めてくる。制動力には勝ちあまり差のないゲーム特性ですが、ブレーキングで R35 が一気に差を詰めました。制動力そのものは互角だけど、ブレーキを踏みながらステアを振った時にどれくらいタイヤが接地するか、その微妙なバランスの差で R35 の方が勝ってる気がする。2台が互角がコーナーを通過してその差は一写真。ストレートは R32、 ブレーキとコーナーは R35 という図式か。この長い展開はどうか。ここで R35 のゴーストが消え、再び現れた。しかしもう一度 R35 のゴーストが消える。スペック的には R35 の方が不利ですが、これはほとんど互角の勝負になりそうだ。R35 が2速を選択したアドバンコーナー。R32 はここで3速を選択。あっと、ここで R35 が前に出ているぞ。ここで R35 が前に出た。さあどうだ、並ぶのか。R35 のわずかなシフトラグの間に R32 が再び前に出る。R35 と違い、こちらは低回転域からのトルクも十分。この辺で無視用ですが、お許しください。R32 が一車線前でダンロップ事件。しかしほとんど差がない。ほとんど差がないがどうか。もう一度 R35か。2台が完全に並んだ。これはどちらが先にゴールするか全くわからない。逆転か。ここで R35 が再び前のポジションを奪い返す。完全に互角の勝負。どっちだ、どちらが前に出るのか。重量は R32 の方が軽量ですが、ここで R35 が前へ。ここで R35 が前に出た。スカイラインの名前がなくなり、純然たる GTR として登場した R35。 サーキットで旧型に遅れを取るわけにはいかないか。譲れない R32、 負けられない R35。 R35 が先頭で最終コーナー。ここを立ち上がれば長いストレート。 R35 がまだ反射心だけ前。 R35 が反射心前で最後の直線だ。パワーはどちらも600馬力、4つのタイヤ全てのグリップを使って立ち上がる。先に立ち上がったのは R35。 しかしここからは R32 が伸びる。ここから R32、 200キロを超えたところで R32 が前に出た。 R32 にはこの長いシフトラグがあります。しかしそれでも差は変わらない。体勢は変わらない。 R32 が先頭でゴールイン。最後の直線までもつれたこの一戦、制したのはチューンドの R32 スカイライン GTR。 しかしスペックで不利な R35 もギリギリまで追い詰めました。というわけで、まとめです。今回のテストは、R35GTR ニスモと、R32 スカイライン GTR を600馬力まで上げた、チューンドの R32 を一緒に走らせてみました。馬力を揃えたといっても、揃っているのは馬力だけで、トルクも違えば重量も違うというバトルでしたが、終わってみると、スペックでだいぶ不利なはずの R35 がほとんど差のないところで食らいついており、勝負には敗れたとはいえ、むしろそのポテンシャルの高さを示したように思います。
チューニング度合いの問題で、加速力はチューンドの R32 に劣りましたが、回転落ちの少ない6速ミッション、そして繋がりの速い DCT がトルクと重量をカバーしました。600馬力を前提にした車体作りのせいか、あるいは単純にタイヤのサイズの問題か、タイヤが食いついている手応えは、R35 の方が上で、旋回速度そのものは R32 と変わりませんが、ブレーキングの止まり際の部分で、R32 よりも余裕のある手応えを感じました。R32 は、馬力だけ同じ600馬力に揃えると、一応 R35 にも勝てることを示しましたが、実際にはトルクや重量で大きく有利だったことを考えると、スペックだけで考えれば、もう少し差を広げてもよかったのかなと思います。R32 は、600馬力まで上げても、意外と低回転域から加速してくれますが、シフトアップのラグが DCT に比べると長いので、場合によっては上のギアを選択する場面も出てくるのではないかと思います。今回のチューンだと、加速は R35 と比べても全く引けを取らず、加速面で優位に立つことができました。他方、ブレーキングは、やや制動距離が長く感じられました。まっすぐの状態での制動距離は2台とも変わらないと思うのですが、ターンインでステアを切り込んだ時に、若干 R32 の方が、タイヤのグリップ感が手薄になる印象があります。このため、2台を比較して走らせると、感覚的には R32 の方が、制動距離が長い印象を受けるかもしれません。今回は、ロールを抑えるために足を固めましたが、足回りはただ下げて固めただけなので、当然伸びしろはある状態です。今回の頭の悪そうなセットでも、富士程度のギャップなら、踏んでも大して跳ねないので、ものすごく走りにくいという印象は持ちませんでしたが、この辺をうまくセットすると、R35 以上のコーナリング性能も期待できるかもしれません。今回は、中の人がこのゲームのセットをよくわかってないので、要素としては、切り捨てることにしました。それでは、今回はこの辺で。